お疲れ様でした。え、何ですか。あ、ケーキ。ありがとうございます。サプライズですか。はい、ろうそくの火消しますね。ありがとうございます。こういうのは初めてだったんですが、皆さんのカンペも交えて楽しくやらせていただきました。はい、わかりました。今回のラビチューブの企画ですが、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。リバーレさんからお話をいただいたとき、最初は戸惑ったのですが、たくさんラビチューブを見て私なりに勉強させていただきました。なかなか皆さんと直接お会いできる機会がないのですが、こうした企画で少しでも距離を近くに感じていただけたら嬉しいです。また一緒にこうして誕生日を迎えることができますように。本当にありがとうございました。またね。